マジです。代々木音石塚です。今回は代々木音のうどん使ってこっちで活躍しているすごい有名なシェフ2人に登場してもらって、なんかこのうどん使ってなんか面白いことやってほしいなと思って。代々木音。代々木音です。よしが、友達のよしが描いてくれたこの可愛い絵。やっぱこの箱もね、こういう、例えばこれうどんを食べた後にこの箱でいろいろなんか収納してもらって長く使えるように可愛くデザインしてるんで、ぜひ皆さん買ってください。友達の店に行ってきます。じゃあ、ナオさん、今日よろしくお願いします。よろしくでございます。料理人のナオさん、ここのお店のお名前を教えてください。あ、ここ。はい。あ、ここ。あ、だから、ラココって言います。ラココ。はい、あ、ここラココ。はい、ここラココって言います。あの、ぜひよろしくお願いします。ワインと和食と洋食をこう、なんかこう、まあ、ああいう感じで、贅沢に、うん。ワインが進む店やね。そうですね。ワインも結構種類は結構あるんですか？ワインを楽しんでください。じゃあ皆さん、お世話になります。今日はよろしくお願いします。こちらこそ楽しみにしております。はい、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 ナオさんよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。ナオさんよろしくお願いします。一応測ります。はい、それ何ですか？これバージンオリーブオイルでございます。はい、結構入れるけどびっくりしないでください。はい、俺も何作るかちょっと聞かされてないからちょっと楽しみです。もう初めてやります。そらだよ。よし、まあ、ニリカは別に超薄くなくていいので、はい、適当に、はい、そんなニンニクのその中のあの緑のやつ取らんでいいの？取らんでいいですかね。取らんで、めんどくさいから。うん、あれあったらどうなんの？なんか一応なんか辛く、あ、じゃあ、あったらまずいの？なんなん、まあ、なんでみんな頑張って取ろうとしとんだれ。俺も取ったことないけど、取る時もあります。正直自分、うん、店用の時は取ります。わかりますってことやな。でもなんか季節ものでもなんいつだったかな、なんか季節で、うんうん、あとで弱火で、弱火でいってきます。季節によってその芯がめっちゃでかいとかのはありますね。これ何だっけ、何玉ねぎ、赤玉ねぎ、フィゲラス、はい、こっちのカタルーニャのフィゲラス。日本で言うと何や、日本でもあるんやろこれ、何だっけ。これもそんな薄々じゃなく、うん、うん、ざっくりざっくりで、うん、めっちゃ緊張する。俺のこれ好きやな、この玉ねぎ。まやね、このためにうまい、うまいね。ステーキとかにパッと合わせてパッと炒めたらやね。そう、生でもいけるし、ね、生でもうまいしな。でフィゲラス地方のやつ。フィゲラス、はい、フィゲラスどこだっけ。一応まあ名前がフィゲラスが、あ、そうなの。はい、あの何でしたっけ、あのダリ美術館とかの、ああ、あの上の方ってこと、フランスの近いってことだよね。ですね、ですね。でも本当にあっちから完全に来てるのかどうかわからない。一応ネーミングはフィゲラスですね。それスペイン全土でフィゲラスっていうの。あ、いい質問ですね。フィゲラスセビセボージャっていうの。そう、セボリアフィゲラス、セボージャフィゲラス。はい、そう、初めて聞いた。でスペイン全土で言われてんの、そんな。いい質問ですね、謎です。それはこっちが、こっちがセボリアフィゲラスって何々言われてます。自分ここからあんま出たことないので、ちょっとナオさんちょっと緊張してるから、ちょっといつももうちょっと饒舌に喋るんですけど、あと饒舌な包丁さばきあるんですけど、ちょっと緊張、喋りも包丁もちょっと硬いな。ちょっと硬いな。硬い。あ、栄養してきた。やり直します。栄養してきた。栄養してきたやん。もうだから、うん、なんですかね、ほぼ、あ、揚げっていうとあれですけど、うん、こんな感じになります。うん、まあ、玉ねぎ 150g ぐらいって感じですかね。はい、あとは材料的には、この、ちょっと乾燥唐辛子。唐辛子。
これ日本語で何ですかね、パプリカ、パプリカ粉、パプリカ粉、何やったっけ、そうやな、パプピプリカ、それだからドゥルセと辛いやつあるやん、あ、これドゥルセでございます、あ、甘いやつね、はい、うん、その後でコチュジャンを入れるので、コチュジャン、おお、韓国の、はい、ちょっと日本で、そうで、あのピカンテを、本当はこっちはピカンテも、ドゥーセとピカンテを両方使って、うん、あのブラバスソースを、あー、そしてピリ辛なやつを作るんですけど、辛い部分はコチュジャンに任せます、うん、結構いい感じの色ついて、おいしい、玉ねぎ入れちゃいます、あー、もう美味しそうやな、おかしいから混ぜ混ぜしちゃいます、軽く蓋します。はい。なんで蓋すんの？そうしたい。じゃあ蓋。じゃあちょっとこの、はい、これ瓶ですけど、あのなんだろう、普通だったら缶とかでもあるような、うん、あのトマトの、そう、水煮っていうんですかね、皮が剥がれた。水煮？なんか潰れてんのこれ？そう、そのいや逆に丸ごとの方、皮が剥がれてるだけの状態。あ、これほんまに？あ、見えへん。あ、丸ごとになってる。あ、はい、はいはいはい。え、それあんの今の、あ、開け、今のよくあんの、そんな俺そんな、うん、関係あんの、いや、握力がないから、あの開けやすいです、ほんまに、うん、あ、それ初めて、それみんな知ってんのかな、こんなっていうか、それほんまに関係あんのかな、今の今の、あ、マジありますよ、マジ、ほんま書いない、まだほんと、嘘っぽいな、ほんとですよ、これほんま、これほんま、これほんま、ほんとに、そう、わ、今の知った初めて、これを、うん、まあまあとりあえずなんかザルとかに、うん、勝手にこんぐらいは水分出るので、なるほどね。ちょっと中を軽く潰して、うん、水分取っといた方がいいの？そう、でもそんな神経質にならずちょっとだけって感じで、うん、今のでだから600、その水分も合わせて 600g ちょいとかのトマトって感じですかね。うんうん、あ、そんな、あっち行ってあげて、水出すんや、そうですね、あれ、水入れたら、ちょっと薄な、パンチが効かへんの、まあでも、時間かければ、まあ水分飛ばしてって感じだけど、もうここの時点で水分、そしてこの残った水もまた別の料理でも、普通のトマトソースにも使って捨てるわけではないので、うん、もう種も気にせず、うん、入れちゃってもいいですし、はい、でも今日は入れません、入れへん今日は入れへん、月曜日まで入れへんのかい、うわでもええ匂いすんな、オリーブオイルとニンニクで、いや、マジそうですよ ね、めちゃくちゃ、めちゃくちゃお腹空いてきた、どんな料理作る全然想像つかないな、コチュジャンとトマトとニンニクとパプリカと唐辛子と、ひょっとしてなお、ちょっとこれ忘れんのいちゃう、うどん入れんの、これ、あ、これ主役でしたあれおい、頼むでよ、おい、聞いてないな、おい、おい忘れて出来は変わりましたって、これちゃんと出番作ってよ、ちゃんとうどんさんをすげえ、ごま油入ってるんですね、うわ、入ってる、あの手延べやから伸びるようにね、油ちょっと、へぇ、まず料理人は何年ぐらい、何年ぐらいですかね、20年ぐらいになる、おすげえな、あ、じゃあ入れちゃいます、はい、唐辛子、唐辛子、はい、あとから入れた方がいいの、初めの、正直ね、いつでもいいっす、え、違うの、でも、まあまあ、最初にんにくと入れちゃってもいいし、うん、オッケーオッケー、はい、何料理をいつ20年間やってたんですか、ナオさんは、あの、日本料理をやってた、ナオさんってやめてくれ、じゃあ誰じゃあ、呼び捨てで、じゃあ、ハゲ坊主でいい何料理やってたん、あ、まあ、カタルニャ料理ですかね、カタルニャ、なんかでも途中でイタリアも行ったこともあるし、日本食も、あの、うん、日本に1回1ヶ月ぐらいがっつり初めて日本を旅行して、うん、で、そこで、ね、日本食めっちゃうまいって気づいて、うん、なんか知らないとと思って、一応日本人の家あるので、うん、これは今なんとなく前で作ってそうやな、あ、バレました、なんとなく
もう卵1個に対して250から300ぐらいの油を使うので、まあまあ成功するって感じです、うん、なんかちょこちょこ入れていくんじゃないの本物は。なんかなんかあ、でもこの技はその楽チン楽チン技、はい、楽チン技なんです。いや、そんなあるんや。やっぱりその機械ないと高いねん、やっぱり。でも 手はしんどい。手は 手でもいける。いや、手だとだからちょこちょこするやつ。あ、これやったら一発でいけるね。一発でできちゃいます。で、まあコツつと、はい、でもまあみんな知ってると思うんですけど、まあ、はい、俺そこ知らんから、この使ったことないもん。一番大事なのはその動かさないってことを一番下に置いといて、うん、とりあえず動かさない。なんでオリーブオイルと卵1個。卵1個です。卵1個、塩少々。塩少々で、今の時点でレモン汁だとか、うん、酢入れてもいいですけど、うん、まあ、一番とりあえずこっちで安全法でこれで、うん、ある程度乳化してから入れた方が、画像的にはあんまりなんか回ってるイメージだよね。でもなんか回ってるよね。まあちょっとずつ、はい、まあちょっと揚げちゃいます。もう大丈夫です。分離するときはもうこの時点でちょっと怪しい。あ、そんなんあんの。そう、なんかもう水っぽい感じになってくるんだけど、でちょっと傾けたりとか、でも絶対まだ動かしたらかいみたいな。そうそう、今でも今動かしてるやん。ちょっと傾けたりとか、こんぐらいになったらもう、あ、そういうことね。そうそうそう、こんぐらいになったらもう初めはあかんけどね。そう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 。まあ、とりあえずこれは絶対もうこれ以上はもう分離は絶対しない、はい、まあ濃度とか味見もいろいろしながらなんですけど、はい、濃度的にちょっと固めなのでもうちょっと緩くしたいので、うん、はい、まあとりあえずまあその前にごめんなさい間違えた、ちょっと酢を入れときます。お酢、お酢でも美味しいお酢なんですよ。あ、ワインミリアね、はい、ワインミリアね、はい、あ、逆にあのレモン汁、家とかでも、あ、レモン汁でもいい、レモン汁とかめっちゃ美味しいです、正直。あ、そうなん、一番好きかも。でまあまあ酢入れて味見します、うん、家の、まあ、別にキューピーマヨネーズでもええの？もちろん、その通りでございます、うん、でもええの、はい、でもやった方がやっぱちゃう？全然楽しいかなと思って、うん、どうですか？すいません、マヨラーなのでいっぱい食べちゃいます。どうですか、うん、あ、うまいかも。よし、じゃあこれは、いや、例えばこれでまだ、うん、なんていうんですかね、滑らかじゃなくて結構さっきみたいにガチガチだなと思ったら、うんうん、オリーブオイルもうちょっと足しても、あ、逆なんです、オリーブオイル足すともっと硬くなるので。あ、そうなん、ちょっと水ひいってなんかちょびっと足すと緩くつうか、どうしようかな、ちょい足しします。あ、水を、あ、水入れんの、なんか不思議やね。あ、その硬さ的にですかね、上手な人はだからもう最初から上手にするんじゃないですかね。これ市販よりうまいんですけど、その難点は家でやってます、うん、めんどくさいな、まあ、これってどれぐらい持つの。例えばそこなんです、もう次の日に食べないと、うん、あかん、そうですね。おお、これなんか大丈夫ですか、これちょっと、あ、いい色濃くなる、いい感じ、はい、ちょ大丈夫か、うん、あ、美味しそう。潰しながら、そうですね、もうとにかく水分を飛ばすっていう、うん、あともうそれだけです。結構時間かかるんじゃん、これに。あ、強火あかん、強火あかんの、俺だったら潰してまいそうだけど。あ、最初は強火で全然もちろん、うん、今はトマト入れた時は大丈夫です、強火で、うん、塩入れときます、うん、でパプリカをトマトの前に入れるっていうのもあるんですけど、うん、パプリカで先の粉、そう、はい、うん、でも全然それも大丈夫なんですけど、何ですかね、そのトマトのとりあえず水分を出す作業で、うん、なんか飛びすぎて へばりついてきたっていう時に先にパプリカ入れてたらパプリカが焦げちゃう可能性があるので、うん、焦げるのパプリカって、うん、でだから、まあ、なんていうんですか、ね、上手にずっと見張っとけば問題はないんですけど、うん、今日はあえて楽ちんつうか、うん、心配しないでいきます、
このマヨネーズそこにどうやって入れるの？あ、でも本当だから例えばお店とかだったらなんか絞り器に入れて、うん、まあ、そのまま使うのもいいけど絞り器に入れてここにビューって。めんどくさいな。めんどくさいけど、まあ絞り器よりやっぱこっちの方がサービス中は扱いやすいですし、うん、絞り器だと何ぞですか、こう置かないとこぼれちゃう。そうそうそう。いや、ちょっと俺それをどうやってそこに入れるの？なんかもう地道に。うわ、そのスプーン逆？そう地道やな、うん、これなんか、料理あるあるでなんとかできへんの？それ絞り器でやります。あ、やるしかないか、はい、そのスプーンの逆使うってすごいな。スプーンどうやってそれ使うかな、逆やったな。まあ、サッカーと一緒で逆をつくのが大事なので。今どうやの顔したの？そこもバリバリカットやな。やっぱあのフリューゼルスの森ファンだったので、その彼は逆をついてたので。そこもカットやな。でも家とかだったらこんなことをしないんですよ、うん、このままも、まあね、うん、はい、いいツヤやね、ツヤのある。あ、そうですか、ね、うん、よく言われます。どっちのツヤや。あ、違う。ちょっと火下げました。はい、うわ、美味しそうやな。今どれぐらいかな、これ15分ぐらいかな、10分ぐらいかな。10分、うん、これまだ7分かな。まだ、はい、まだです。ちょっとちぎっとくだけです。海苔、海苔です。綺麗なうどんにしながら、ほら、綺麗。これも、そうですね、水分通りで食べる。そうですね、まあ、やっぱりうどん屋としては、やっぱりうどん入れるときはもうでかめの、水少なかったらもうあかんねん。ああ、ここもでかければでかいほどうまいうどんがいい。持って入れた方がいいだった。いや、でもこれ全然いいけど、家庭でこんなでかいので入れようとせえやん、めんどくさいから。確かにそれこそこっちぐらいでみんなやってまうもんやね、めんどくさいし。理想はだから洗うも大変やもんな。うん、大層やしさ。いやけどこうやった方がより美味しいうどんができます。あ、石塚さんの店にあるめちゃくちゃでかいやつはうどん用。うどんうどんの。なるほどね。そうやね、これかき混ぜるなら固まってもらうからね、パッと。これは12分ぐらいかな。12分ですね。ここはい。本当だ。これ看板などもとんでもなくなってます。これなんかまだこれ。もうちょいです。もうちょい、結構いくね。はい、まずパプリカを投入。はい、はい、辛くない、辛くないやつね。辛くないやつですね。何できたんだ、パプリカって。やっぱりスペイン料理よう使うの？使いますね。例えば代表作、一番良いやつは何？代表作よくのが、ザーで言うと、うん、ガリシアのタコ料理にもそこがついて、あのとか茹でたタコにこのあれって甘いやつ？ドゥルセを。あれはドゥルセ、あ、ドゥルセですね、はい、ドゥルセをぶっかけるってやつだね、うん、すごいな、香りがすごいね。一気になんかスペイン料理店だな。うどん屋なのにスペイン料理の匂いしてる。大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？こんな感じも。あ、一回じゃあ豆板醤入れちゃいますか、この時点で。お、豆じゃねえの？豆板醤ちょっと入れてみます。やったことない。日本、うどん、スペイン、で次韓国来たな。ミックスぐらいだろ、こんぐらいかな。俺辛いの好きやし、ちょっと思ってるよりちょっと多めの方が分かりましたね。おお、同じ色やけどね。合うのこれ。まあ、あの、石塚さんに試してもらいます。こういう料理人やってさ、俺がもしかこういう撮影やったらさ、絶対一回作ってさ、ある程度やるけど、今日初めてなんで。だって、
ね、映像だから、うん、石塚さんがうまいって言えば多分うまい。お蔵入りかな、この画像。え、なに、なに、あ、これをちょっともうミキサーでやっちゃいます。えらい手込んでんな、やっぱり。いや、洗い物多すぎるわ。え、本当ですか。うん、マジか。なんとかええな、パプリカとコチュジャンのええ匂いするな。しますね、マジ。いいね。うわぁ、美味しそうなことやなぁ。うまそうや。よし、これ一回、まあ、これをね、このままやってもいいんやけど、水で締めたらちょっと、なるほど、気合の入ったうどんができるんですけど、まあ、あの釜揚げみたいな感じできた方、緩めのやつができたから、あのままもそのまま揺すってくれたら、うん、ぬめりをパッと吸ってあげてね。あ、うまそう、本当に。なんかうまそうなうどんやし、俺醤油とこれだけ食うわけよ。うん、こうしま、そうしますか。ます。もう食べるとき一回ちょっとまた温めてね、水でちょっと冷たいのパッパッって。このぐらいに。水通したって。はい。はい。いいんちゃう？いいんちゃう？いいんじゃないですか。よし。わあ、うまそうやな。めちゃくちゃ長いっすよ、これ。長い、いいやん。長いのがいいやん。切った方が良かったか。切った方が良かったっすね。すっごいことになってる。やばい。まあ、でも長い方がパッと巻いたら綺麗になるからな。なるほど。ええわ。あ、うどんやのに、パスタみたいな感じなんだけどね。なんやろ、想像つかへんわ。ネギもちょっと今。あ、そうですね。急遽ネギもちょっと。このぐらいですかね、ちょっとお茶目な感じで。はい、はい、さっきのあれやね、さっきの煮詰めたやつを。でも辛いの好きなら結構かけていいのかな。いや、なんか通常よりも、まあ、コチュジャンでちょっと前に取ったから、コチュジャンガッツリ入れてくれ言ったからさ。そう、辛いの好きやから。しかもコチュジャンの辛さ大好きなんで、もっと入れていいかな。じゃあ、いいよ、いいよ、好きやで、ガンガンいっといて。カット。よかった、これ生放送じゃなくて。生やで、これ、はい、実は生やで。え、マジ、うん、たっぷり系、いいじゃん。いいですね。お、これはあれやね、パタタプラマスみたいにやね。バレた、こっちの。確かバレました。うん、これセンスやね、やっぱり。センスやろ、これ。完全にセンスやろ、これ、ここは。結構盛りいっちゃっていいと思うんですけどね。美味しそう。ありがとうございます。ごちそうさまです。うまそう。何？名前は？何ですかね。うどんのパタタスブラバス風になるんですか、ね。パタブラスでスペインのポテフライの揚げ物。そうですね。このカメラマンうざいな。このカメラマンうざいな。混ぜ名前ね。まあ混ぜ混ぜでした。よしよしよし。おっ。よしよし。嫌いんだからな。うまい。うん。な、うまい。うまい。うまい。これあれやね、なお。なんちゅうの。まあ。パタタブラバスっていう有名なスペインのポテトフライにやるソースなんやけど、これを食うことによってあれやねん、明太子パスタに似てるかもね。バレた、すげえ。うん、うまい。
舌がすごい割れてる。割れてる。うまい。まあ、うん。うん、そういうことね。それでこの海苔がその明太子みたいな感じの食感をアクセント入れてるから。すげえ、バレた。すげえ。急遽やったらネギがいなかったね。あらいやでもお前、あ、そういうことね。ああ、そうやね、明太子マスター。うまい。麺あったね。スペイン版明太子マスター。まあ、スペインの明太子むちゃくちゃ高いから、うん、どこにも売ってないから。ああうまいです。あ、嬉しい。あれうまい。しろよしろ言うよ。よーい。オッケーか。カット。あ、うまい。あ、明太子バスだよね。本当ですか。はい。紙ナプキン持ってこい、早く。髪なくても口ついてる。帰ろうかとか。ここにあるの。あ、うまい。本当に。あ、これいいね。面白い。へえ。まあ、あの発想はなかったもんね。そのポテトのそのブラ。あれブラバスは伝統。あ、でもコチュジャン入れてるもんな。そうアジアン。俺完全にコチュジャン忘れてたよ。食ってながら。なんかそれ。あ、あんましなかった。それぐらい全然なんかなんちゅうの。あ、本当に。でも辛くないです。結構うまいですね。めっちゃ辛かったです。ビール欲しいけど、あ、僕ちゃんと食レポなんで、あんまりビールは飲まないんで。今日はもう、今日はノンアルコールでいきます。今日はやっぱり真剣な食レポなんで、今日は。今日はお酒を勘弁してください。お水ください。オッケーです。ありがとうございます。かわいいチャリンコ乗ってるな、チョッパー。昔のやつ？こそ昔のやつ、もう20年ぐらい前じゃないかな。へぇ、スペイン産？いや、これイギリス。あ、イギリスのやつ。そうそう。へぇ、かわいいやん。かっこいいっしょ。え、シート変えた？いや、これもう全部全部オリジナル。うん、オリジナル。そう。チョッパー、すげえな、名前もかわいいな。チョッパー、チョッパーハンドルってこと？そうへぇ、かわいいでしょ。こんなかわいくない人がこんなかわいいチャリンコ。どれやこれ。